子先生と学ぶ鏡は2020年施設来遊業総決算だ。はい、パーコ先生こんにちは。はい、こんにちは。もう今日はですね、11月ももう中旬ということで、はい、はい、まあ、まだこれから新しいもの発見できる可能性は十分あるんですが、そうですね、はい、まあ、そろそろ楽しかった季節来遊魚の季節も終わりかなと。うーん、はい、そうかもしれないですね。で、今年もたくさんの奇跡はありましたね、はい、季節来遊魚についてはですね、はい、ちょっとあの概要欄の方にまた以前に上げた動画を奇跡の、はい、はい、貼っておきますので、季節来遊魚ってなんだよっていうの方はちょっとそこを最初に見ていただければと思うんですが、はい、はい、で、これ早速、これも季節来遊魚の大海馬なんですね。おー、でっかいですねこれ、はい、はい、で、これはやっぱ今年一番話題をさらったのはこの子じゃないですかね。はい、ボルカサゴ、はい、で、そんな感じでですね、はい、ちょっと全部ではないんですが、はい、今年2020年、話題を呼んだ人気者たち季節来遊魚葉山の三浦とご、はい、紹介していきたいと思います。お、はい、行きましょう。まずはこれボロカサゴ。ボロカサゴ、はい、これまだ色が変わる前の時ですね。最初白かったんですよね。そうですね、はいはい、ボロカサゴはね、色の観察もできて面白かったですね。面白かったです。だんだんこんな感じで色が変わっていって、そうですね、なんだかんだ2ヶ月ぐらいいってくれましたからね。そうですね。で、これ最終的にはもうほぼ赤に変わりましたね。ね、はい、で、これちょっとボロカサゴ話題だったんでちょっとしつこいんですよ、最後。あお、はい、完全に赤ですよ ね、はい、こんな感じでボロカサゴから始まります。始まりました、はい、はい、次お願いします。お、大海馬ですね、はい、もうとんでもないでかいタツが出たと思いましたよ、ね、はい、これも葉山初でした、はい、はい、でね、これは熊取りなんですけど、熊取りカエルアンコなんですけど、はいはい、今回何匹出ました？ 3、そうですね、3ですかね、はい、はい、小中大って出ましたね、はい、そうですね、はい、これ大のちょっと汚い子、はいはい、はい、で、ちょっと汚いやつですよ ね、これはちょっと小、はい、かわいい子、かわいい、まだ1センチちょっとじゃないですかね、この子なんです ね、 そうですね、はい、で、熊取りは割と今年はいっぱい観察できましたね。本当ですね、はい、最高ですよね、はい、で、この子、次の子だ、カエルアンコ今年良かったですね。あ、そうですね、はい、フィーバーしてますね。色カエルも2匹、はい、2個体出ましたね、はいはい、で、三浦の方でも2個体出ましたからね。出てました、出てました、はい、合計4個体4個体、はい、はい、で、この辺りはちょっとですね、はい、定番になるんですが、はい、はい、お、南ハコグ、ハコグ、はい、南ハコグ、うん、そこは難しいところなんですね。ハコグですかね、ハコグですかね、はい、お、長崎スズメダイ、はい、あ、でね、これ長崎スズメダイもそうなんですけど、はい、今回今出していってる写真は全部あの、これちょっと僕のも何枚かあるんですけど、はい、南銀宝、南銀宝、はい、あの、お客様の撮影していただいた写真を使ってるんで、おー、なるほどですね、はい、お、私のが出たなと思っていただけると嬉しいですけどね。そうですね、ぜひ、ここでスズメダイ、はい、はい、この辺は定番ですね。定番ですね、はい、お、四国スズメダイ、はい、これも毎年最近出ますね。そうですね、はい、昔は出なかったんですよ、うん、はい、そしてこの辺人気者、錦風雷魚ですかね、はい、まあ、三浦も葉山も出ましたね。これ三浦の子で、これ葉山のことなんですけど、はい、全部で 1,2,3,4,5 5?、はい、5ですね、5個体三浦と葉山して出ましたね、はいはい、で、今年初めて卵も持ってくれて、ああ、そうです ね、はい、カパーなってましたね。そうですね、はい、で、この子も話題を、お、はい、サビウツボ、左がサビウツボ、はい、右が普通のウツボで、右が普通のウツボで、はい、はい、これすごいいい写真ですね、はい、はい、すみません、ヨシジフエダイ、はい、これも最近出ますね。そうですね、はい、去年も見ましたね、はい、で、これはちょっと魚じゃないんですけど、はい、ムラクモ、はい、はい、この季節来遊貝と言っていいんじゃないかなと。これもね、三浦で何か所か葉山と合わせて出ましたよ。巾着フグ、はい、はい、ね、こんな感じで、はいはいはい、この子割と綺麗な背景のところについてくれるといいですね。そうですね、いいですね、はい、でね、これもね、珍しいですよ、はい、ハリセンボ、はい、大好きです。これね、早まで出ましたね、まだいますよ。そうですね、はい、あ、これはね、パーコ先生しか見てない。お、サザナミフグ、はい、これ僕結局まだ見てないんですけど、あ、私もでもこの時以来、あ、そっちのポイントに行ってないので、あ、見てはないんですけど、はい、かわいいですよね。
これモンハナ、モンハナ車高パンチ、これもね三浦葉山合わせて4つ出ました、ね、4つ出ました、はい、これがちょっとね嬉しいんですけど出過ぎかなっていう感覚がちょっとあります。はい、お三つ星黒スズメダイ、はい、はい、これも葉山と三浦はイソギンチャクがないんでこの海シダにつくっていう特徴があるんで、はい、黒い海シダにつくんで写真難しいんですけどね、うん、そうですね、はい、なかなか。これこの間、あこれ何だったんですか、これねケンさんが撮影してきて、そう旗ちょっと下に名前入れときます。ああお願いします、はい、お、はい、赤八ハゼ、赤八ハゼ、はい、大好きです、はい、これも1回出ましたね、はい、でこれもねこれスケロクかウミタケハゼか、ウミタケハゼかな、はい、これも葉山で今2個体出てますね。これ三浦、お、タテキン、はい、タテ島巾着風ですよ、あ、言うてない、結構ハギ、ハギ、あ、違う違う違う、タテ島巾着台、台いろいろ一緒になっちゃいました。あ、視点やっこ、はい、この辺もね、なかなか可愛い、で、これ最後、ハタタテ台の群れなんですけど、これ前回あの上げたちょっとあの温暖化の動画でも使ったんですけども、はいはい、まあ本当にこういう感じですごい群れなんですけど、まあ温暖化とかいろいろ問題ありますけど純粋に楽しんでいけたらいいのかなと。綺麗ですね、透明度もいいの で、 そうです、ね、一緒に泳いでたらすごい気持ちいいです、ね、もうちょっとこの期間楽しく季節ライブ探していきましょう。そうですね、探していきましょう、はい、では最後に一言お願いいたします。はい、今年もタイの奇跡をありがとう。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。